味川橋梁は JR 西日本大阪環状線の西九条駅と弁天町駅の間の旧淀川に架橋されている全長173.6メートルの鉄道橋。旧淀川は船の航路となっているため川中に橋脚を持っておらず、この部分の中央主幹は120.0メートルである。また旧淀川両岸の道路上空も同時に超えるため、右岸側主十四点五メートルと、 左岸側しか二十28.5メートルの部分を含め全長173.6メートルの橋梁となっている。また、船舶航路上空は最低10メートル桁下を確保する必要があったため、桁下平均降水上10.12メートルで建設されている。1959年4月に橋脚基礎工事が開始された。橋脚基礎は 橋梁の荷重6,500トンに耐えるため、7メートル1メートルの区形計算を深さ35メートルの天馬層に達するまで掘り下げ設置されている。また、橋梁の仮設時には1日数百隻が行き交う旧、淀川の航路を閉鎖せず施行するため、両側の橋脚上に高さ38メートルの仮設鉄塔を設け、鉄塔間に張り渡されたケーブルから、 ハンガーロープにより端体を吊り下げながら仮設するケーブルエレクション工法が用いられた。横桁とアーチの加減材は1960年6月に取り付けが完了し、その後アーチの上限材の取り付けが行われ橋梁が完成した。完成した橋梁は蒸気機関車によって踏み固められた後、1961年4月25日に、 西九条駅と境川信号場の間の橋梁として開通した。ありがとうございます。